日韓男女グローバルオーディション番組「青春スター」から誕生した K-POP グローバルボーイズグループ NS サインが15日に韓国で開催した約6ヶ月ぶりのカムバックショーケースを3月18日50時30分 ABEMA で日本語字幕付き無料放送することが決定した個別ショットカラフルな衣装でハッピーカム場所系を行った NS サイン NS サインは デビュー前に日本での ZEP ツアーごとし、12回を完走し、昨年8月に韓国で正式デビュー。その後、11月には日本デビューを果たし、デビュー3ヶ月で東京、有明アリーナでの3回公演を成功させた。15日にはデビューアルバム、バース・オブ・コスモに続くセカンドミニアルバム、ハッピーをリリース。 韓国、ソウル・マポクにある SBS プリズムタワーで行われたショーケースでは、ニュースターの韓国語バージョン初披露でオープニング舞台を飾り、前作のタイトル曲、ワームホール、ニュートラックのロックバージョン、メロディ、スパイスを続けて披露した。ショーケースの最後には、N スサインのメンバーが涙を流すシーンも。2回目のショーケースであり、最初のカムバックを起こすも、ファンダム名、 と共にでできて光栄ですファンの方々を思いながら熱心に念入りに準備したので今回のトリプルタイトル曲の活動をたくさん期待してほしいと感想を伝えエンディングでは「ハッピー&」を披露した。